い、皆さんこんにちは。ファミツアップ編集部のターザンババゾノです。そしてファミツアップ攻略艦タイガー桜井ですからのファミツアップ攻略艦ヤボです。そしてさらに桜井さんの友達のナルオです。はい、よろしくお願いします。ということでナルオ氏、ナルオ氏をねちょっとね参戦させて、ね、参戦ということでタイガー桜井のお友達、はい、ということでね、もう誰よりもモンスターのことを知ってますからねそうですよ、ハードル上げて大丈夫ということでね、はい、今日は、はい、いつものように、はい、モンスト攻略アプリね、アプリでね、アップバンクさんの、はい、を使ってやっていきたいと思います。モンスター考察の最有機の、はい、モンスター考察ということでね。じゃあまあいつものように、ガチャ限定のね、はいはい、56から見ていこうと思います。はいはいはい、はい、お願いします。ではまず孫悟空の進化、はいはいはい、ほい、停電聖天大聖孫悟空ということでね、はい、砲撃型飛行安置重力バリア、安置重力はもうすでに使いやすい気配がね、うん、飛行安置重力バリア定番ですよこれ、酔ってますね、酔ってますね。で、とりあえずこれ、目玉は砲撃型のワンウェイレーザー EL、すごい34,032、34,032半金と一緒、半金とロロロキさんとウンディーネと一緒と、はいはいはい、うん、これはもう弱いわけがない、弱いわけがない、強い。で、まあ、中その中でも最も使いやすいんじゃないかな、うん、光もついてますし、うん、そう、まあ、半金も SS 強いんですけど、はいはいはい、こいつの SS がこれが、ランダーシレーザーで追い打ちって書いてあるんですけど、はいはい、ちょっとランダーしないんですよ実は。あれしない、実はなんか振って触るだけなんですよあ、そうなんだ。でレーザーが強い、メインレーザー、メインはレーザー、そうだからこの、ね、ゴジラみたいな感じ、そうですね、ゴジラみたいな感じ、ストライクショットで貼り付きできるから、はい、ね、あの位置調整が簡単という、位置調整も簡単だし、結構あの16ターン回転早いんで、はいはい、結構適当にポンポンって打っていける、はあ、でまあ貴族星じゃなくても4判定巻き込めば100万出るらしいですよ。へえ、うん、まあそうなんですね。で、まあ、木に最大130万とか、はいはいはい、すごいですね、でできる、あ、強い、配置もできて、で威力も、威力も高いと、うん、そうそう、なんかね、アンチ重力バリアのゲージをあえて外して位置調整することもできるらしい、はい、あ、そうですね、それもできますね、確かに、うん、なるほど、そうそう、だから使い方はね、はい、いろいろあります。というわけで、強認定、強強強いただきました、ありがとうございます、はい、やっていきましょうか。でね、この孫悟空の神化なんですけれども、うん、こっちも強い、すごい、困った、これ荒ぶってますか、あ、もうこれ困った何が困った、強いんですよとりあえず貴族生態性のダメをアンチダメージをございまして、SS が、モンキーマジック、おお、あのみんな大好き号令、ナッシー、これ強いや、高倍率の号令、はいはいはい、に、なんと友情コンボがスピードアップに大爆発のわけでつくと、はあ、モリモリだこれ、これ強いや、これはモリモリだわ、あー、もう困ったこれ俺は困った、俺は困ったな、困りましたね、捨ても結構高いですし、そうなんですよ。でもなんかそう、アトスとねちょっと被ってるというか、アトスはワークダメオなんですけど、そうですね、そう、神アトスはワークダメオでスピードアップ、うん、ただこっちの方が SS やっぱ強いんで、まあね、ワープが取れるけど、亡霊系は強い、うん、でね、この貴族性耐性っていうのはね、地味に大体でかいんですよね、あ、そうですね、もう約半分になる貴族性の元の攻撃力、うんうんうん、はいはい、うん、あまり恩恵感じられないかもしれないですけど、意外とでかいですよね、そう、意外とでかい、あ、そうかそうか、で、その耐性持ちって HP 低めなことが多いんですけど、うん、全然普通に HP 23,500 ぐらい、はい、はいはい、ありますね、僕はこっちをしますね、正直、あ、そうなんだ、はい、あ、そうなんですか、へえ、絶対これ強いでしょ、はいはいはい、これに毛が減りとかつけたら最強なんじゃないですかね、そう、さらに僕もそれなんかあんま好きじゃないんですよ、あれ強欲すぎる、強欲すぎますか、そう、なんかだってこう 100% でしょ、まず 100% で貴族性33% 減でしょ、はい、で貴族性耐性で 25% 減でしょ、はい、そっから毛が減りでこう減らしてもなんかそんなにちょっと振り幅がね少なくないって、あ、はいはい、なんで、ね、桜井さんだったら何、僕だったらこれはそうですね、照明削り特急 L でしょ、あ、万能誰につけてもいい感じですまあとりあえずじゃあ手が減りはまだちょっと違うと、まあ全然その特化してもいいと思うんですけど、うん、僕はあんま好きじゃないですね、はいはい、最初からもう減ってるからさらにっていうのは恩恵が少ないかなっていう、はいはい、なるほど、わかりました、僕は結構強欲好きだけど突き詰めてるなみたいなさあじゃあ次は、次は超破壊、超破壊、これね昨日僕出たんですよ、聞いた、なんか今日朝起きたら、うん、なんかオーブ来てて、どこに変わる、はい、どこに変わる、かわいいんだよこいつ、あった、うん、本当だ、今日ね僕出たんですよこれ、はいはいはい、単発でボンって嬉しかった、アンチワープ、アンチワープのターン短縮、ターン短縮最近ね、あの多くなってきた、あ、ちょっと見てください、これ、これアンチワープ SS ターン短縮って、うん、オセロ、オセロ進化オセロ、オセロ、あ、そうか、オセロの貴族性バージョンみたいなもんだ、うん、そうですね、はい、で、ストライクショットが、オーランチショット、はい、クフリン、あ、はいはい、どちらかというとアトスと同じ SS ですね、退職王子、はい、ライライナルト剣、はい、ライライナルト剣
ラーメン好きなんでしょうね。ナルト飛んでるから。で、友情コンボ独角さんはこれ3万ですね。毎ターン3万削ります。あ、じゃあ結構でかいな。で、このやっぱライライナルト剣なんですけど、うん、この24ターンで SS ターン短縮ちゃんと3体ずつ当てていけば、うん、最短で15ターンまで短縮できる。4週に1回打てるんですよ、うん、あ、結構早い。4週に1回この自強化倍率 1.5 かな、うん、1.5 かかってアンチショット打てるのは結構強いんじゃないかと。はいはいはい。こいつね、意外とね評価されてない気がするけど強いと思いますよこれ。なるほどなるほど、うん、そうですね。なんか見た目がだっても星4号ですよね。まあ確かにね、可愛らしいキャラクター。確かにちょっとネタキャラっぽい匂いするけどちゃんとでも強いんです。これは本当ポテンシャルを持ってると思います。はいはい。というわけでじゃあ神回いってみましょうか。いきましょう。さあね、そう、僕結構あのオーランチャット好きなんですよね。はいはいはい。ん、これ何？これね、バイクに乗ってる。ああ、そうなんだ。バイク三輪車。ちょっと気になった。上段死者。あ、なんかミサイル飛んでる。なんかこれあれ、桃のかな。まんじゅうミサイルみたいなの来てんだこれ。マジンキラー。つぼみみたいな。あ、つぼみみたいな。あ、本当だ本当だ。マジンキラー L。マジンキラー L。L。L です。マジンって最近どうですか？増えてはきてるけど、ね、あの聴覚とかビシャスとかだっけ？ビシャスは魔王だった気がする。あ、魔王か。うん、魔王っす。あ、そうか、聴覚とかあの辺か。あの辺ですね。あのバニラとか、はいはいはい、うん、そこら辺はマジンです。うんうんうん。マジンキラーってでもあんまりいないっす。そう、いないです。マジンキラー L って、うん、キラー自体がね、うん、マジンもあんまりないけど主題もいないっていう、うん、もっといたような、はい、ラセツとかもマジン。ああ、まあこれはちょっと嫌いけどね。そうか、はいはい。で、多分まあ今のところあのギミックが少ない魔人降臨ってないのかな、はい、少ないというかない、うん、ので、まあ、今後そのなんだろうな、ゴーストみたいに、うん、あの何もギミックが少ないところで魔人降臨が出てきたら、うん、こいつはかなり変えるのでは、はいはいはい、うん、ないでしょうかという。ストライクショットはバウンド拡散、対処攻撃、でこれね相当加速するからね、はいはい、あ、バウンドね。であれか、あの、うん、バラバラって出るやつだ。そうですね、一数はもうえらいこといきます、はいはい、500円とか。ただでさえね、友情コンボも長距離ホーミングで貫通ホーミングでしょ、うん、ヒット数がすごい稼げる。これも本当魔人に対しては結構どえらい効果を、ね、出すとは思います。確かに、かなり尖った感じのモンスターですね、はい、これね。スピード速いですね、豚なのに。乗ってるからね、やっぱこの三輪車みたいなバイクのやつに乗ってるから。これが速い、あ、本体が速いわけじゃなくて、はいはい、三輪車が速い、そうそう。じゃあ次いってみましょうか、はいはい。次が三蔵法師。来た、三蔵法師。開口僧三蔵法師。これなんかやっぱ神々しいお姿をしていらっしゃる。神々しいっすね。自分思いました。すごい、ちょっと待って、え、これすごいな、これすごい特化してます。闇属性耐性に闇属性キラー、すごい特化してる。どんだけ嫌がるんだっていう。そうです。もうね、だからもう大魔なんですね、風魔、はいはいはい、うん、完全に闇を封じるという。そうです、これすごい特化型だな。すごい特化で、友情コンボは反射レーザー L4、はいはいはい、でね、反射レーザーってやっぱ強いんですよ。反射レーザー強いですよね、はいはいはい、うん、これなんか反射レーザーいまいちって言ってる人ちょいちょいいるんですよね、はいはい、でもこれは相当強友情だと思います、反射レーザーは、まあ、そうか、これあれか、反射4回のやつだ。そうですね、イザナミギャラアラジンと一緒、はい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 。で、スタイルショットのガンダーラなんですけど、はいはい、敵に弱点にヒットした時特大ダメージ当てる。ほう、これね、あの4倍ですね、4倍4倍、うん、なんでまあ弱点に当たって3倍かける4倍12倍、うんうんうん、で、闇属性に対してはキラーものって大体ね1回当たるだけで70万ぐらい出ます。ほう、うん、しかも貫通なのですごい当たりやすいですか、めちゃくちゃ威力出るんじゃないですか、はいはい、うん、なんであのなんだっけ、スラッシュ、うんうん、あの闇の時の神殿、時の間の闇にこっち連れてったんですけど、はいはい、最終ゲージ往復できるとほぼワンパンですね。へえ、そんなに出るんだ。300万近く出ますこれ。はあ、すごいなこれ。なんで本当ギミックのない相手闇だったら相当やばいですよこいつ、はいはいはい、ただ ね、まあ本当ギミック耐性がないので、うん、使いどころは限られてくるかもしれないんですけど、まあね、プレイヤースキルがかなりね、うん、あの求められそうな感じだけど、使いこなせばかなり強いと。そうですね、重力なければなんとか、ね、これは強いわ、スピードも速いし。さあ、でこれの神化なんですけど、はいはいはい、神化どうなるんだ。これもまたなんか状態上回復、神々しい、ね、はいはいはい、天女になっちゃった、三蔵星、楽しいですね、うん、重力状態上回復2体目の状態上回復ですね、はいはいはい、あの進化劉備、はいはい、劉備、あー劉備の、うんうん、まあ、結構でも最近ね、なんかその攻撃力ね下げたりとか、そうボリビティロックとか毒とか、はいはいはい、なんか状態上何かとかけてくるんで、うん、結構使うと実は便利かもしれないっていうね、うんうんうん、でも友情コンボも強いですし、はいはいはい、まあ、ストライクショットはちょっと物足りないのかな。あ、ビットン、うん、あの、うん、チェリーウィンガーと一緒、
はい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 、強化倍率がやや低めっぽいです。なるほどなるほど、はい、まあ、でも実質ね、アンチ重力状態上回復でさらに今ビットも壊せるってことになるから、はい、まあラストの方になってくると結構ね、はい、あの活用するシーンも多いのかも。結構使いやすい、うん、役立つシーンもあるかもしれないですね、はい、結構ね、セキシャですね、うん、僕はねこれちょっと進化をしてますね。進化楽しい、その闇耐性器だ、はい、強いですね、はいはい、では、次は降臨いきますか。これいきますか。降臨のね56、じゃあ、鉄線講習、これがねまたセクシーだから。確かに、あこれどうなってんだこれ、うん、ここあまあ、大丈夫かここは履いてんのかこれ履いてます、大丈夫です、多分大丈夫です、おっさん厳重キラー、はい、ね、にゲージ魔族キラー M、 そうそうそう、で、SS が敵にバウンドするたびにやつです、はいはいはい、はい、あのねバウンド拡散ね、バウンド拡散、はい、なんか今日バウンド拡散多いっすね、多いっすね24ターン十字レーザーいる、十字レーザーこれが攻撃型なんで威力高め、でさらに厳重キラーが乗る、はい、はい、でこれちょっと個人的な意見なんですけど、うん、はい、まあ、こいつまあカンカンしてももちろん強いんですけど、あの、うん、どちらかというと砲撃型なんでレーザーを生かしたい、十字のね、なるほど、なんであのゲージが魔族キラーでアビリティが厳重キラーだけど、はい、もし魔族降臨に行くときはそうこれね進化と神化でキラーがこうちょっと入れ替わるんですよ、ね、はいはい、うん、キラーがベースがキラーでゲージがキラー、はい、キラー M になるって、はいはい、なんですけど魔族に行くときはあのこっちじゃなくて、はいはい、あのベースが魔族キラーの方こっち、うん、はい、これであの十字レーザーで削っていくようなスタイルにした方が強いんじゃないかと、うんうんうん、まあそうですね、うん、魔族キラー特にやっぱノーマルクエストとか多いですから、そう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 、はいはいはい、でまあね、まあ、どこに行っても結構魔族って多いんですけどね、はい、雑魚モンスターにはね、はい、で厳重降臨に行くにしてもでもこっちの方がいい気がするんですよね、僕はその心はまず雑魚に厳重いないんですよ、あそういうことか、うん、雑魚に厳重がほぼいないはずなんで、はいはいはい、あのだってイザナギに出てくるやつぐらいでしょ、まあまあ確かにね、うん、イザナギに出てくる白ガッチスぐらいでしょ、はいはいはい、って考えると僕はこっちがいいかなと、大体だって厳重ってあれでしょ、フェンリルとかでしょ、そうですねフェンリル、うん、フェンリルガッチス、はいはいはい、リゼラ、はいはい、あの辺りリエティ、うん、人形っぽいやつとかあ、シレネッタ、そう、厳重だったようなあいつ厳重でしたね、確かに、うん、確か、うん、まあ、まあでもそのモンスターぐらいですか、うん、なのでまあこういうことで、まあ道中もサクサク進められつつ、はい、ボスになったらゲージもガッツリ決めていくというスタイルもいいんじゃないかってことですね、そうですね、うん、僕はこっち欲しいです、うん、僕見た目的にもこっち欲しい、おー、よかった、でもこっちは見えそうじゃないですよいや、いいね、いいね、いいですか、もう、そうそうそう、あの、チラリズムはいいんですか、チラリズムは、あの、こっちの方がなるほど、ちょっと惑わされる可能性はありますからね、そうそうそう、まあ、こっちはこっちでね、あの、こう、なんていうのかな、谷間っていうのかな、谷間ってやつ、あそう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 、大事だから大事ですね、あみんな今画面の前で、まあ、うんうんって言ってる分かってる、見えてますよこっちから、ね、やっぱりちょっとね、脱線するけどこの子が一番可愛い、はい、あこのブーンってやってる、うん、これ芭蕉扇ですよ、ちなみにね、芭蕉扇知ってます、知ってます、知ってます、あの燃え盛る、ね、あの山の炎を消し去るために必要な芭蕉扇、これを持ってるのが鉄線講師ですから、うーん、はい、もうね飽きるぐらいその話してるから、うん、深いですねさあ次牛魔王、牛魔王、はい、さあ、アンチワープ、アンチワープ、これさっきめっちゃ苦戦したんですよ、ね、で難しいですよここ、割と難しいですよ、ね、そうそうそう、で、スピード型なんですね、はい、まあ、400キロ近くあると、アンチワープ、うん、はいはいはい、で、まあ、友情が強い、長距離ホーミング、本当だ、長距離ホーミング、うん、1981ということで威力高しということでね、うん、はい、そうですね、何がおかしい何がおかしい、面白かったで、ストライクショットはランダで、うん、はいはい、これはその吹っ飛ばしの部分の威力高いみたいですね、うん、これまあスピードも速いし、まあ平均的に強そうですよね、そうですね、うん、まあ闇の忍ぶかな、うんうんうん、はいはいはい、なんで使い勝手はさ、そうアンチワープなんでワープがね多いクエストにはかなり使えるんじゃないでしょうかというところですね、うん、さあじゃあもう一つの方は牛魔王、もう一個の方力王、はい、こちらも完全にね牛です、もうまさに牛魔王状態見るからね、牛キングですよね、そうで牛キングそう牛キングだこれで、アビリティがアンチダメージオールになるということで、はい、またタイプ変わってくる、で、うん、でまあステータスが思いっきり変わるんですね、そうスピードがね、うん、ちょっと抑えめになる、うん、なって、うん、まあその分
あの HP と攻撃力が上がるという形、うん、そうこいつの売りはまあ SS モモラヨット、そう、うん、仲間たちを引き入れて、ね、もうみんな大好きの号令でございます。はいはいはい。でこれ今までの、降臨の号令系って倍率低かったと、はい、なんかあんまり、うん、ね、まあ確かにあれでしょ、あのドラキュラ、ドラキュラとか桃太郎、ゴーストとか、うん、はいはい、ゴースト、いましたいました。ただ今回はあの辺は、まあ、あんまり強くならないんですよ、自分も味方も、うん、はいはい。でもこれは自分も味方も割と強くなる、はいはい、感じの SS なので SS はだいぶ強いです。なるほど。ただやっぱスピード型でちょっと鈍速で味方に当たりづらいので、ああそうか、まあ、使い方はねちょっと各々で、まあこれを打つためにちょっと調整しないといけないって感じもありますよね。でも寄せていかないと、寄せていって、うん、もうちょっとこんだけ倍率あれば雑魚も散らせるしボスにもダメージ与えられないので、うん、はいはい、SS は相当強いです。なるほど、はい、でございます。ということで一通り星56モンスターが、はい、終わりましたけど、じゃあいよいよ、じゃあガチャ順4、5、4、6に行きましょうか。4、6、あ、4、6じゃねえよ、4、4もね多分飛んでたら何かなそうそうそう、これ見やぼうちゃうよちゃうよそれ、あ、違う違う、あ、本当だそれちゃうよそれ、はい、サゴ城、サゴ城だよ、はい、サゴ城終わるよそれ、間違えちゃった、何でも俺にすんのよマインスイーパーアンチダメージボール、はい、うん、ダメージ強いんですよね、はいはい、アビリティ強いそう、ちょっとステータス抑えめなんですけどアビリティめっちゃ強いんですよ、はいはい、でねこのね、まあ、ワンウェイレーザー L なんですけど、はいはい、SS が反撃モード、反撃モード、うん、アラジン、え、反撃モード、反撃モード初じゃないですか、4号だと初、すごいな、うん、やっぱすごいね俺じゃない俺じゃないステップ高いですね、まあ、スピードも上がるんで、はいはい、でこれねクシナダと一緒なんですよねアビリティが完全に、うん、だからもうクシナダ引っ張り役にもなれるんじゃないかしら、はいはいはい、うん、え、クシナダこいつが引っ張る、そうそう、この SS で、 あ、 SS で、 あ、 SS で、 あ、 SS で、あ、はいはい、なんで笑ったんですかびっくりした、もうどんだけ同じようなやついっぱいいるんだと思って、うん、はいはい、なんでこいつ割とスペックは高いんで、うん、なんか便利、便利ですね、1体いると、うん、なんかそんなに、まあ、例えばクシナダ持ってないけど、そうですね、でもね、ちょっと、まあ、水マインダメージ行きたいな、マインスイーパーとダメージボールがね欲しいっていう時はサゴジを使えば同じような働きできるってことですよね。そうですね、うん、はい、では、次次いきましょうか。じゃあ、これ何て読むの、玉竜、玉竜、あ、玉竜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 、それは玉竜でございます、はいはいはい、ね、意外とこの見た目でね、ちゃんと尻尾生えてて、かわいいんだよなこれ、ドラゴン族、うん、ドラゴン族っていいっすよね、いいですね、なかなかね、キラーに引っかからないので、うん、そう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 、で、バランス型アンチは、バランス型なんだ、バランス型アンチは、バランス型なんだ、うん、なんですよね、チワープ貫通、はい、で、この触れた仲間パワーを、え？え？触れた仲間のパワーを一点期間アップ、一点期間アップ、うん、はい、これがあのディルロッテとチャンドラと同じやつです、はいはい、なんでもディルロッテチャンドラのアンチワープやつですね、アンチワープやつ、はい、はいはいはい、いや期待ですね、期待っていうかもう聞いたんだけど強かったです、やっぱり、やっぱ強かったです、あ、そうなんだ、ギューマ王で大活躍しました。これってパワーアップは倍率はどんなの、ちゃんとあの 1.8 です、あ、チャンドラ、はい、で11ターンかな、はいはい、に3周分、はいはい、でもちろんね友情コンボもね、はい、ディルロッテとお揃いの白ワカツ、さっきなんかナルオシが白爆発って言ってたような気がしたんですけどそうでしたっけ、あれ大丈夫、ナルオシはこれもちゃんと 白爆発、白爆発、ちなみにじゃあどっちなんですか、どっちなんですか、いやこれ白でいいんじゃないですか、白でいいですかね、白でいいですか、白で、うん、白で、白で、俺負けたみたいなちなみにちょっと僕おしゃれに最近あの、はい、攻撃ダウンとかの攻撃、はい、僕黒爆発って呼んでるんですけど、どうですか、あ、何その敵が使ってボーン、あーあれか、あれプロじゃなくて、じゃあそれちょっと認定で、お、マジか、我々じゃあ、あれ黒爆発って言います、あれ黒爆って言いましょう、あれおしゃれでしょ、あれ、あ、でもあれおしゃれかおしゃれじゃないけど、まあでも、はい、まあ、分かる分かる、うん、言おうとしてることは分かる、言おうとしてることは分かる、うん、そうだからそろそろね、黒爆発で味方も使えるかもしれないですよあのね、そういうそういうモンスター出るかもしれない、ね、はい、じゃあ、いよいよじゃあ、イベクエ、はい、イベクエの郊外市、郊外市、これはね、はい、ヤギくんですね見た目がでしょヤギくんだそこだけでしょ、見た目、うん、まあね、リーゼントもちゃんと決まってて、はいはいはい、で、バランス型アンチ重力バリアで、うん、まあ、ステータス平均的に高いんですよ、4号まで、はいはい、確かに、スピードもね、あるし、で、十字レーザー M で貫通タイプになるやつ、これは、反射のマース、反射のマース、うん、なんか、普通なんですよね、マース、懐かしいな、懐かしい、懐かしい、ものすごく使いやすいモンスターです、うん、はいはい、以上
短い反射のマウスですっていう。マウスでも結構素材にしかねあんまり使わなくなってきてる。マウス強いですよ結構あいつ。あ、そうなんだ。あいつ貫通重力クロスレーザーなんで、はいはい、初めの方なんかめちゃくちゃ強いとか言って。マウスはだいぶ使いやすい。あ、そうなんだ、うん、初めの方は初めの方は強調して3回ぐらいで。次はじゃあ銀閣さんね。銀閣、銀閣、銀閣はね、まあ、誰でも知ってる、はいはい、来ました。魔王キラー M にアンチダメージオール、そう、強でしょ、これ強だな、強強っすね、うん、まあでもその分ちょっとステータスがね抑え気味ですね、抑え気味っぽいんだ、うん、パワー型っぽいのにバランス型、でもね、SS も強いんですよ、ん、爆発、あ、爆発なんだ、うん、はぁ、本当だ、こいつ結構ね、注目されていいと思います。へぇ、もし制限ダンジョン来て相手魔王だったら、はいはいはい、間違いなくスタメンですね。おやおや、そうっすね、じゃあ今のうちに取っとかないと、ぜひぜひぜひ、やばいっすからね、やばいチャンス、オーキラーにゲームだから、はい、で、この子もね、金閣さん、はい、この子もね、意外とね、強いんですよ、ほら、アジンキラー M のアンチワープ、そう、はぁ、これまたステータスは抑え気味なんですけど、はいはい、ちゃんとあの、ポテンシャルはあると、はい、うん、レンダー、あ、レンダーじゃない、ランダレーザー、クシナダワープか、ワープですね、アジン、ゆるがめ的な、マジン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 なんです、はいはい、確かにアジンだったらね、クシだったね、アジンだったらね、クシいけたね、あー、マジンなんだな、うん、はい、なんで、まあ、あの、今適正だなっていうステージはあの、あそこだよ、聴覚か、あ、聴覚、聴覚はワープマップなんでだいぶ使えるんじゃないかな、はい、じゃあ聴覚キラーとしてね、うん、頑張ってくれる、うん、いけそうですね、金閣はね、うん、金閣が聴覚を倒す、そう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 、そうっすね、白つながる、そうっすね、白つながる、はい、そう、というわけでじゃあ全部終わったかな、これ、はいはいはい、じゃあちょっとじゃあ皆さんにね、はい、じゃあ星ランク、どれ推しかっていうのをちょっとじゃあ聞いていこうかな、ねえ、じゃあまだ、ね、桜井さんを最後にしよう、じゃあ最後、じゃあちょっとじゃあまずナル推しから、いや俺はあの猿、猿、あ、やっぱ孫悟空だ、孫悟空です、どっち、え、どっち、どっち、進化の方、いや、あの、進化の方で、これ、あー、ワンウェイのやつですね、あ、まあ、絶対強い、いや、分かりやすいよね、分かりやすく強い、分かりやすく強い、うん、火でこういうのってあんまりいないですよね、そうですね、34000は、34000は初だし、初、初、初です、ね、だって、ワンウェイ重力なのが火初だよね、多分、うん、あー、そこそこ、うん、そのテキーラ方式ね、テキーラ方式、はいはいはい、今までね、ノンノとかね、あの、うん、チェリー、じゃねえ、なんだっけ、デビルウィンガーとかはいたけど、重力は初、はいはいはい、じゃあ、ナロシ一押しのおさやさん、はい、聖天再生、孫悟空、はい、妙はこれだよね、強制的になった、強制、出会え、出会え、ちょっと喜んでる、え、じゃあ、本当はどれ、え、本当のこと言っていいですか、はいはいはい、サコジョじゃなくて玉竜、玉竜、え、玉竜、ああ、そっかそっか、アンチワープのあれだ、はい、あの強化だ、そうです、ディルロッテ、チャンドラ、玉竜で使い分けができる、うん、確かに、まあ、いつも 1.8 倍、そうか、ディルロッテとチャンドラだともうワープにはどうしようもないんだ、そう、あのね、僕ルイ13世に無理やりディルロッテ連れてたんですけど、はいはい、この子にします、この子、ああ、なるほどなるほど、なんかシナとかもそう言えるんじゃないですか、確かに、うん、確かにそうだ、クシナダもちゃんと、うん、あ、ディルロって使ってますもんね、クシナダめちゃくちゃ時間かかるじゃないですか、うん、最終ゲージ、はい、そこでアンチワープなので当てられればかなり強いと、だって2回打てるしね、うん、水の波のあれですね、リュージョンも活動できますね、そうだそうだ、はいはい、かなりいいんじゃないですかね、あ、本当だ、あ、本当だ、これはだって絶対もっと期待モンスターです、うん、はいはいはい、出やすいしね、確かに4号だから、さあ、じゃあいよいよ最後は私でございますか、桜井さん、私ね、実はこのね、ガンダーラ推しなんですよ、え、あ、そこ、三蔵推し、ガンダーラ、まあ、うん、ちょっとたまたま引けたっていうのがあるんですけど、はいはいはい、あ、でも普通に、うん、強い、いや、これは強いよな、ガンダーラはね、いいんすよねしみじみ、え、でもまだそんなに使ってないし、いっぱいは、まあ、闇の時の魔術師ぐらいはしましたね、あ、はいはいはい、あ、それで使える、はい、あの、やっぱ、なんだろうな、貫通キラーってめっちゃ強いんですよ、あ、やっぱり、そっかそっか、ね、まあ、龍馬しかり、うん、ね、確かに使いやすい、起きたしかりね、はいはいはい、上杉とかね、はいはいはい、うん、そうだから貫通キラーって本当にちょっと往復するだけでなんか、うん、ボスの HP バーってなるから、はい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 、楽しい、使ってて楽しい、使って気持ちいいと、うん、そう、気持ちいいですよね、はい、うん、なるほど、この子結構お気に入りです、はいはい、じゃあちょっと僕のやつも言っていいですか、あ、どうぞどうぞ、どうぞ、僕はね、やっぱりね、これだわな、お、鉄線、鉄線講師ね、うんうんうん、これはね、はい、いや、これノーマルクエストでもやっぱ使えるんですよ、確かに魔族ばっかですからね、そう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 、
結構雑魚はどんどん溶けてくんじゃないかな。結構ねこれね万能だと思う。あそうそうそう、さっき触れなかったけど、これクロスレーザー2本、女子レーザー2本だから。そうそう LS ね。あそうなんだ。このね2本ってあんま気にしないかもしれないですけど、実は結構強いんですよ、はい、はいはいはい。だってこれイザナギと同じ威力ですからね、一応重なって、はいはい、重なってれば、はいはいはい、うん、なんでまあ本当にジャストで当たればイザナギ並みのあれ出るし、でマキダーもね乗るし、うん、マズクキダーがっていうんでね、これは我が戦力としてはかなりねでかいかもしれない。でかいっすよ正直、うん、もうできそうだし。あそうですね、我々がねお手伝いしてます。じゃあ待って待って待って、10万を普通にいけたでしょ、だってあのあれで、はい、吉野部でね。まあ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 、はい、確かに。ちょっとまだでも金額が実際足りてないんでね、ちょっと後でね、はい、あの、うん、行くんですけどね。しぶしぶということでね、しぶしぶ。いやでもナルシアちゃんとねやってくれるから。そうそうですね、ほらほらほら脅してる脅してる。言わせてねえよ、圧力かけてない。そんな圧力かけてない、うん、優しくそうそう。ということでね、はい、一通り行きましたけども、はい、いかがだったでしょうか、はい、また今回もねかなり強い強者揃い、あ強者揃い強者強者がね結構いた、うん、いた、分かりやすいやつがね多かった気がしますよ、うん、なのでぜひとも皆さんね、手に入れてみてくださいということで、いつものように桜井さんの、はい、このカモシカのところに。これカモシカなの？トナカイ。トナカイ、うん、まあなんか鹿的な何かしらがねいうところに、ファミタップチャンネルのね登録ボタンあると思いますので、PC からご覧の方はぜひそちらから、登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方はこの辺に登録用の URL あると思いますので、そちらからも登録してみてくださいね。ファミチャップ、ファミチョップ、ファミツアップチャンネルね、あの他にもね、楽しい動画あるんで、ぜひともそちらも見てみてください。お願いします。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。